ラジオ番組表は3歳ブックス発行のラジオ放送専門の定期観光物で、かつてはラジオライフもしくはラジオパラダイスの臨時増刊として発行されていた。現在は3歳ムックシリーズとなっている。ラジオ放送を受信中1981年4月にラジオ新番組速報版のタイトルでラジオライフ臨時増刊として発行されたものが最初である。 前年の1980年4月にメガワット f m s w c b のデータマガジンとして創刊されたラジオライフでは当初組版により作成したラジオ各局の番組表を毎号掲載していたが版径が A4 版から A5 版に変更され業務無線の記事が増えてきた1981年3月号から番組表は掲載されなくなったため形の上では この番組表の部分が増刊として本誌から独立し、新たな雑誌としてスタートしたようなものとなっている。ただし、本誌の時のように組版ではなく、放送局が発行している番組表の実物を原則そのまま転載するという形式に変わり、それがこの雑誌の大きな特徴となっている。なお、雑誌タイトルは、ラジオ新番組速報版から。 ラジオ新番組に変更された後、現在は、ラジオ番組表として発行されている。また、発行形態については、ラジオライフ臨時増刊、ラジオパラダイス臨時増刊、ラジオライフ臨時増刊、3歳、ムック、ラジオライフ別冊と変遷し、現在は再び3歳ムックとして発行されている。ラジオ各局の番組表を掲載していた雑誌には、 かつて自由国民社が発行していた機関誌、ランラジオがあったが、ラジオ新番組速報版が発行された翌年11月に、1982年ナンバー2として発行された冬号を最後に休館となったため、これ以降、ラジオ番組表は、全国のラジオ放送局の番組表を掲載する雑誌として唯一のものとなっている。三歳ブックス発行の関連書籍には、 国内放送局ハンドブック、東日本編81年版、ラジオマニア、ラジパラ、再び始める BCL、BCL ライフ、懐かし BCL 大全がある。基本的には、民間放送ラジオ各局が発行する番組表を許可を得た上で転載し一冊にまとめたものだが、それ以外にも以下のような内容が掲載されている。原則春と秋の年に会館。 ラジオの番組改編期である4月10月の改編情報を4月10月の月末に発売する。2004年秋号は日本プロ野球の関係で AM 局の秋改編の情報が固まらず発売が11月中旬にずれ込んだ。2005年春号も日本放送の株取得問題のためか同じく半月発売がずれ込むが同年秋号の発売は早かった。 2011年春号は東日本大震災の直後であったため TBC ラジオ FM 岩手デート FM の3局はタイムテーブルの作成が間に合わず局で作成途中のものや震災前のタイムテーブルをもとに編集部が独自に作成したものを掲載しており該当局にはその旨が記載されていた2020年春号は新型コロナウイルス感染症の流行により 発売が5月22日にずれ込んだ。ドーネガー記号は日本プロ野球中継が絡む一部 AM 局で改編の確定が遅れているものの例年通りの時期に発売された。現在は発刊時にラジオ放送のレギュラー番組を持っている女性タレントや女性アイドルの顔写真が表紙になっている。またタイトルロゴはラジオを大きく表示。かつてはタイトルロゴのバックに ラジオ各局の周波数を混ぜ込ませた表紙、あるいはスタジオの写真やラジオを擬人化したキャラクターによる CG イラストというのもあった。ありがとうございます。